ございます。本日は2023年4月23日日曜日、中日リバプール戦ですね。スタメンに敗れてます。プレーエミレーズ FA カップ準決勝も来ました。レスター対シティはシティが勝ってますね。こう勝って FA カップ優勝したいね。行こう。ウェンベイスタジアムだね多分。またユニフォーム購入するか。よし。スタメンゴールキーパーデヘア、ワンビサカ、マグワイア、リンドフ、アルクステス、ハンデベーク、マクトミネ、グリュート、ポグバ、ラッシュフォード、ウマ。ポグバがトップスターですね。ブルーノ・フェルナンデスが OK しちゃったんで、ポグバがトップスターとなってます。サブがリシャルリソン、ショー、フレッチ、エンダーソン、ジェームズ、トランズベ、ラウタ・マルティスですね。出てこう。ウェンブリーだよ。よしよし。ウェンブリースタジアムの人間初めてじゃない？俺ら試合するの。FA カップ準決勝のキックオフが近づいています。これよがすごい。両チームが決勝進出をかけた試合に臨みます。ユナイテッド、エキサイティングな試合になりそうですね。本日の試合はリバプール対マンチェスターユナイテッドのマッチアップです。リバプールはサポーターの歌でも有名ですよね、福西さん。ええ、あの雰囲気に憧れる方も多いようです。サッカーが好きなら誰もが知っているウェンブリースタジアム。収容人数は9万人です。すごいね、9万人。サッカーの聖地と呼ぶにふさわしいスタジアムですね。いやー、無用だな。さて、予報通り雨模様となりました。雨、ね、この雨が両チームにとって恵みとなるかあだとなるか注目しましょう。よし。いやー、勝ちたい。チアゴは今回スタメンですね。前回対戦した時はベンチスタートとか今のね。グリュット、サラー、アイソン、アレクサンダーのジョーコミス、ワンダイク、フワートソン、チアゴ、ヘンダーソン、ワイナル、サラー、めっちゃ腕も長いじゃん。上を感じるな。そして今この感じです。ワントップがいつもの黒が全部で試合中もずっと黒をやってるな。あ、それのパッチも FA カップやってるんだよ。 FA カップ準決勝前半のスタートです。勝つぞ。決勝進出をかけた戦いが始まります。やばい。まずは相手より先にペースを握りたいですね。ワイナルズム、またいて、大丈夫。危ねえ、ポストに当たった。2秒となってた。やばい、リターンしちゃうな。フェイントがうまい。大丈夫大丈夫。ああ、通しかった。スコット・マクトミネ、アルカンタラ、あっちやば、大丈夫、大丈夫、味方はいるか、大丈夫よ。ディフェンスがクリアします。大丈夫よ。今落ちて、チアゴが読んでいました。今さんボールが狙われています。あー、見事でしたね。サラー、シュートは打ってきましたが大きく外れました。ちょっとプレッシャーもきつかったですね。押していこう。もう少しフリーになる動きが必要です。押していこう。ボール、ポグバ、リバプールのボールになりました。サディオ・マネ、マネ、おお、強いな、リバプール。どうする、素晴らしいクロスだ。ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。ここはうまく取りました。よしよし、よく見えてましたね。僕は僕は走れ走れ。ここは簡単にボールを渡してしまった。見てつかなかった。ヘオルヒニオ、ワイナルドゥム、ワイナルドゥム、奪えないか。
ちゃったね。ポグバに当たったか。ヘンダーソン、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。ゴメス、ゴメス、ゴメス、ビルヒル・ファンダイク、さすがファンダイク、はい、ポグバ、いいよ、いいよ、中入って、今コースは上げない、マークを外せない、体に当たった、いや痛い、リバプール、ここは決めたいところ、ボールを大きく押し出します、ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。マグワイヤ、マグワイヤ、リンデレフ、ビクトル・リンデレフ、うまく繋いでいましたが、ここでボールを失いました。キーパーがボールをキャッチしました。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きましたね。ジョーダン・ヘンダーソン。ジョーダン・ヘンダーソン。何？よしよしよし。このまま行きたい。シュート。ポグバ。キーパー反応した。ボールを弾く。で。で。やばい。大丈夫。ミッドフィールドでボールを取りました。はい。ドニー・ファンデベーク。素晴らしいタックルです。ジョーダン・ヘンダーソン、 いい形でゴール前まで持ってきました。体を当てて取る、奪った、うまいぞ、最高のクロス、大丈夫、頭に入れました。そう、フェルミーノ、どこ行くねー、どこ行くねー、ヘディングで決めました。頭で合わせてきました。そこにいましたか。いいんだ、これだけゴールに近いと確実に決めてきますね。この角度からも見ましょう。さあキックオフ、試合はリバプールがリードしています。流れ来てると思ったんだけどな。ボールをキープできるか。ビクトル・リンデレフ、もったいない形でボールを渡してしまいました。スコット・マクトミネイ、はい、ポール・ポグバ、ポグバで、アルカンタラ、マンチェスター・ユナイテッドのボールになりました。ナイス・インターセプト、ここは攻撃を抑えました。笛が吹かれました。オフサイドです。よかったよかった。よかった。オフサイドでしたね。マグワイヤ。大丈夫？ドニー・ファンデベーク。ボールは中盤でカットされました。サディオ・マネ。マネ。マンチェスター・ユナイテッドのボールになりました。はい、スコット・マクトミネ、いや、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ポグバが読んでいました。そう、うわ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 、マーカス・ラッシュフォード、シュートで持っていきたい、よーし、入った、よしよし、オンゴールだよ、オンゴールだよ、これは悔しい、うまい当たったんじゃないの、オンゴールとなってしまいました。あー、オンゴールか、今回すと思ったけど、あ、相手が刺されてるか、あ、なるほど、後ろから行ったのね、実質今のゴールじゃん、マグワケ1対1、ビルヒル・ファンダイク、フィールドの中盤でボールを奪いました。ロベルト・フィルミーノ、サディオ・マネ、サイドのスペースを使います。
やれ。ワイナルドゥム。はい。ああ痛い。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。もう明日痛いのか。あっという間前半だったな。ヘンダーソン、マーカス・ラッシュフォード。クリアしたい。サディオ・マネー。デヘア、ナイス。信じられません。止めた。ナイスよ、デヘア。コーナー、すごい。キーパー。キーパーの飛び出しは見事でした。ボールを抑えています。いやレフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームはハーフタイムに移ります。まあ1対1ね、それでは前半も振り返りましょう。福西さん、同点という結果で折り返しますが、どう見てますか？オウンゴールでの失点がありましたからね。試合内容自体は悪くないので。後半もこのままシュート1本か。シュートもっと打ちたいね。後半キックオン。 FA カップの準決勝は後半に入りました。この45分で決勝への思いを見せてほしいですね。リバプールのフリーキックでゲームが再開されます。アルカンタラ、ヘンダーソン、ストゥーマのゴールしてるな。ワイナルドゥム、ビクトル・リンデレフ、中盤でボールをカットしました。ティアゴ・アルカンタラ、アルカンタ、ロバートソン、大丈夫だよ、自分を信じて。素晴らしいクロスだ。怖い怖い。ボールは蹴り出されます。はいはい、サイドでボールを奪いました。よし、うわ、オッケー。おー、マーカス・ラッシュフォード、よし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 、シュート、シュートは入るか。キャッチできません。ボールがこぼれた。ナイスキーパー、トレント・アレクサンダー・アーノルド、サディオ・マネ、ここは簡単にボールを渡してしまった。よし、こっかじゃ。リバプールのボールになりました。やばい、今は国で今は戻らなくていい。綺麗に上がった。大丈夫、キーパーから今避けられるかな。ヘンダーソンからキャプテン。どちらのチームもここで選手を交代してきます。ジェームズ、ジェームズ、リーズでも頑張ってな。俺は好きだったよ、よく走る。そして速いジェームズが好きだった。モハメド・サラ、これはもったいない、はい、ボールを失いました。アレックス・テレス、テレス2人でこいつな。ボールを取り戻しました。オッケーオッケーオッケー。さあ、スタジアムのテンションが上がります。ファール、ファールないよ。トレント・アレクサンダー・アーノルド、クロスを狙ってきました。クロスか、クロス、すごいクロスだ。あーなんか今には取らない。待て待て、モハメド・サラ、サラ、キーパーがキャッチします。よし、延長戦やだな。90分で勝利につきたい。ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。ナビケイター、マンチェスターユナイテッドのスローイン。今変えられるな、フェミニも変えた。リバプールの選手を交代します。ウイキ入ってきた、リエッチ、はいはい、フレッジ、ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。
ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ここはシュート、やったー、ゴール、うまナイスゲット、よし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 、リードリード。やはり近い距離からですとゴールの確率がぐっと上がりますね。予測も良かったですね。うまく今度は決めた。しました。あ、違う側から見てみましょう。よし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 、今やるじゃん。試合はユナイテッドリードの状態で再開されます。失点しないで行こう。失点なおかつ追加点を狙いに行こう。ナビケイター、リボックオリジン、ヘオルヒンヨーワイナルドゥム、ここ、そう、ここ、ユナイテッドのスローインで再開です。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。ライトさんか、ポグバ、お、はい、ユナイテッドのフリーキックからのリスタートになります。いいパットです。一旦攻撃を防ぎます。うまいですね。はい、ナビケイター、ナビケイター、トレント・アレクサンダー・アーノルド、速い、アルカンタラ、ディボック・オリジン、うまくボールを奪い、ファー、これはリバプールですね。さあ、カナスか、どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。南野ではないね、上地入ってたかな。アウトボールか、やばい、ミスった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 、やめて、オリジン、綺麗に決めました。ミスった、でもボタンを間違えましたね。私もう決まった、決まった、ミスった、しょうもない失点だよ。監督の起用に見事応えました。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。ミスった、戦えるよ、戦わないで。これでゲームは振り出しに戻りました。いい、非常に見応えのある試合となっています。ユーノもいない、ウワもいない、ヘルヒニオ、ワイナルドム、ドクトミネもいない。あとお前が食べた、見て、リボックオリジン、このボールは重要です。ビクトル・リンデレフ、いやー、見て、ナビケイター見事に止めました。スーパーセーブです。やばい、リバプールがあの色になってきてる。すごい、これはすごい、やめろ、ナイス、ここをしのぎました。まだまだ、はい、落ち着いて対処しましたね。リバプール、このコーナーで試合の流れを自分たちのものに引き込みたい。このシュートは入りません。いやー、延長戦かな、ここまでと。準決勝かは延長戦だよね、多分。いいか、シュート3本してる。はい、いけ、ロバートソン、ゴメス、ボールを中盤で奪いました。はい、マルティネス、お、いけ、僕はいけ、ファウル、ボールを取り返した。シュート、1点リードを狙いましたが、ここはゴールを奪えません。はい、あ、試合入るな。ワイナルドゥム、4分、リボックオリジン、もう疲れてるよみんな。倒れている選手がいます。あ、マジで、何してんの、ハンディメイク、ハンディメイク、はい、
パスは通りません。ディフェンスにカットされました。ハンドレイクが取れちゃった。マーシン総理で戦っております。一段と大きくなったチャントはドローを望んでいるようには聞こえません。リバプールが攻撃に出ることを期待しています。シアグ、後半終了か。延長戦へと向かいます。延長戦、マジ言えなかったな、失点は。ごめん、ほんとごめん。さあ延長戦行こう。延長戦では90分を終えて引き分け、延長戦に入ります。ここからは視力を尽くした戦いになりますね。引き戦ですね。いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。トレント・アレクサンダー・アーノルド、ごめん、何でも出しつってるからな。はい、走れ走れ、感じない感じない。マンチェスターユナイテッドのスローイン、ドニー・ファンデベーク。ファンデベーク、ファンデベーク使ってるから、これだ、頑張るね。何かが少し足りませんでした。なんで、何が足りないんだよ。ゴメス、ロバートソン、はい、さあこっちじゃない。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。はい、うまい、よしよし、これはチャンスだ。シュート、やった、ハンデメイクだよ。やっぱハンバーグでもなくチーズバーグでもなくハンデメイクなんだよ。これはうまくゴール前に飛び込みました。足つってんのに、気がしてんのに、気がしてんのによく戦ってる。ハンデベイク偉い。この角度からも見ましょう。よしよしよし、ハンデベイクやるじゃん。もう胴まみれじゃん、ユニフォームは。試合はユナイテッドリードの状態で再開されます。もう失点やめよう、変なミスをしないでおこう。気付けよ気付けよ。ボールを素早く戻します。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ビルヒル・ファンダイク。もう前線から行こう。オッケー、素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。あー、危ない。リボック・オリジン、トレント・アレクサンダー・アーノルド。怖いよ、後ろ怖いな、後ろ振り回すの怖いな。中盤でボールをカットしました。このパスはリンデレフがインターセプト。よしよしよし、ここで抜けたのは大きい。もう終わってますよ、前半、延長前半終わってますよ。これ抜けたのが大きいと言ってますけど、前半終わりましたよ。よし、ラッシュフォードです。僕はアイソン、ナウトさんが燃えてますね、チアゴと。なんかコーチとか監督とかさ、控えのベンチの選手がいないのちょっと不思議なんだけど、いつも思うけど。ここよし行こう、後半行こう、延長後半キックオフ。延長戦後半のキックオフ、試合も残すは15分です。 OK、 痛い、リバプールにファウルがあったようです。 OK、OK、 キッカーは、キッカー遠くね、あ、そういうのか。あ、うまい。リボックオリジン、ナビケイター。 OK、シュート、狙ってきた、よし、ラウタロー、オッケーオッケー、
ゴールキック。4対2、いいよ。内藤さん、圧倒的内容で試合を支配しています。別のアングルからご覧ください。うまくコントロールしてスペースを作っていますよ。それでこのシュートですか。これは恐ろしいですね。恐ろしいって。うまくドラフォー決めてるから。13分くらいか。審判はリバプールのフリーキックを指示します。2点リードあるからね。ドニー・ファンデベーク、油断はしていけない。ファンデベーク頑張るな。選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。ナビケイター、誰が倒れてんな。ラッシュホールか。ドニー・ファンデベーク、アレックス・テレス、テレス、テレス、おい、テレス、テレス、ファール。ユナイテッドのフリーキックからのリスタートになります。ないか、ついでいくか。アレックス・テレス、やばい、いやそれやめてってば。狙ってくるな相手。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。よし、トレント・アレクサンダー・アーノルド、ビルヒル・ファンダイク、やばい、ワイナルドゥム、ヘオルヒニオ、ワイナルドゥム、味方に出すでしょうか。オッケーオッケー。アレックス・テレス、痛い。マーティネス、上げさせません。いや、ダメか。フリーキックです。リバプールです。大丈夫、あと3分アジア含めて。これ好きないよ。はい、マルティネス、あ、いける？いけないか。ドリブルの動きに躍動感がなくなってきています。だいぶ疲れのようです。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。はい、よーし、勝った。大きな一勝を手にしました。大きな一勝だったよ、本当に。簡単に勝った、はい、チームの士気も増すでしょうね。厳しい相手にしては押しました。ファイナルでも勝利します。ナイス、決勝進出。待ってろマンチェスターシティ。やった、タイトルが見えてきたね。もうすぐそこだよ。取りに行こう、タイトルを。7 MVP 誰だ。ハンディウェイクか。ハンディウェイクっすね、MVP。 いやーよかった。ポグバ1アシスト、マーティス1アシスト、ワンゴール1アシスト、マーティス1高いっすね。点球こんな感じです。一方、リバプールはこんな感じ。チアゴがセンターバックに起動。高いね、チアゴ。よし。シュート数9得か。なんだかんだ、後半の方は打ってもらったからね、自分。まあ、これはシュート勝ってるね。さあ、フィーカップ決勝はシティですよ。よーし。絶対勝とう。で、今度はバイエルンミュンヘン戦。じゃあトレーニングしきます。さあ、先輩のリーグどうぞ、どうぞ。で、バイエルン戦、バイエルン戦ね、グループリーグでもバイエルンとは差がってて1分けいっぱいなんですよね。ホームで0対0で、アウェーで0対4で負けたんだよね、確か。なんでちょっと気が抜けない相手ですね。手強いですけど、チャンピオンズリーグの準決勝も来たのはもう勝ちたい。あとはあ、リアルがサウスで5対0で勝ってる。アトレティコに5
これレアルマドリードだな、決勝は。ちょっと勝ちたいな、バイエルンとレアルに。はい、というわけで頑張りましょう。残りも数試合ですね。1,2,3,4,5,6,7、多くて8試合か。ここら辺にチャンピオンズリーグ決勝が入るんでしょ。うん、よし頑張りましょう。絶対優勝したい、チャンピオンズリーグとFAカップは。プレミアリーグもまあチャンスあるから。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。今回は少し長くなっちゃったと思いますが、お許しください。ではまた次回もよろしくお願いします。次回も活動お疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ、またねー。